次に少し赤みの気になる部分に緑をのせていきます。今回は小鼻の周りの部分に使用していきます。これでファンデーションを全体に塗り終わった状態になります。これでリップが完成になります。では最後にチークを入れていきます。今回目元とリップは少しシックな感じで抑えめにいったんですが、チークに関しては今回こちらの淡いピンクを使用して可愛らしさを出していきます。元に下地としてクリームチークを入れているので少し色味を足すような感じで入れていきます。頬の一番高いところにふわっとのせていきます。反対側も同じように入れていきます。これで今回のメイクが完成になります。